岩手県気仙郡住田町、神在栖地域に分布する石灰岩に開いた鍾乳洞で巨大な滝が流れ落ちる洞窟があります。洞観洞です。洞観洞は総延長3635メートル、高低差115メートルの大理石の中にある鍾乳洞で、入り口から880メートルまでが一般公開されています。洞観洞自体は昭和の40年頃に今のような観光洞として整備されました。で、実際に中にある、石の石灰岩とかの方はだいたい3億年ほど前、石炭紀のあたりのものになっていると聞いてます。実際に中、滝とか水とか流れてるんですけども、その水の流れの浸食で、作られた洞窟というふうになっております。洞窟内の見どころは一般公開の最も奥にある天の岩戸の滝です。周囲50メートル、高さ60メートルのドーム空間にあるこの大滝は落差29メートル、国内で3番目の規模を誇っています。鍾乳洞を形成する石灰岩はかつて海底で蓄積したものが隆起し浸食されたもので、洞窟内の足元や壁にはかつて海の底だったことがわかる海ゆりの化石が見られます。そんな海ゆりのいた時代をより体感できるように洞観洞ではある工夫をしています。町内のですね、チェーンソーアート様ゆうかいさんという方の方にお願いして、チェーンソーアートで当時のその3億年前の生物の木彫りを展示しております。実際にですね、その当時を思わせるものもありますし、触ることもできますので、楽しい内容になってます。圧巻の大滝と3億年前の生物の痕跡、洞観洞です。